皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、DSC オカルトラジオ、ともです。木村です。ケイスケです。本日はこの3人でやっていきます。はい、はい、よろしくお願いします。ケイスケプレゼンツですね。はい、今日は何だろう、楽しみ。今日はですね、はい、あの第1回がなかなか好評だったので、うん、第2回、うんうん、ケイスケプレゼン、はい、本当は怖い童謡ということで。おその2、その2ですね。いいですね。はい、まあね、作られた本当の理由が少し怖いような童謡を紹介するというコーナーですね。はい、まあ、例えばなんですけど、はい、ゾウさんっていう童謡あるじゃないですか、うんうん、あれは子供が小象、ちっちゃいゾウですね、うん、に鼻が長いっつってめっちゃいじめてたんですって。子供が、うん、普通の人間の子供が、子供の像を見て鼻が長えってこうすげえいじめてる様を歌ってるんですよ。へ、はい、だけど小僧は悪口を言われても、うん、でもお母さんも長いんだよみたいな感じでこう立ち向かっていくみたいなのが本当の歌詞の意味なんですって。へ、うん、ゾウさんゾウさんお鼻が長いのねっていう、うん、そこはもう子供が言ってんだ、悪口で言ってて、うん、子供が言ってて、うんうん、でも小僧がお母さんも長いんだよって言ってこう言ってる、ね、その悪口を言ってるいじめっ子をに立ち向かってる歌みたいならしいんですよ、うん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 、はい。でもこれはこんなさらっと言っちゃいます。さらっとね。吸われたことある？手とかなんか触ったことある？触ったことねえっす。乗ったことあるっすよ。あ、マジっすか？マジっすか？うん、俺またがれたこともあるっす。またが、あ、絶対踏まないみたいなやつですよね。怖、うん、怖、めっちゃ怖い。怖、うん、どんな時にそれを体験したんすか？それはね、まだね、千葉に住んでる時にね、はい、市原象の国っていう、あ、知ってる、はい、知ってる、うん、象の動物園みたいなのがあって、はい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 、そこで有名なあの絵を描く象がいるんで、うん、はい、でその絵を描くショーの一環で、象にまたがれて見ようみたいなコーナーがあって、はいはいはい、超怖い。そう、ほんでもう子供も結構いっぱいいるんだよ、はい、でももう俺がもうピンピンに手挙げてやりたいってほんでなんかゴザみたいなの引かされて、はい、じゃあここに寝ててくださいって、はい、絶対動かないでくださいねって言って、はい、で 上向いてで、あの象にまたがれるっていう。うわ、めっちゃ怖そう。でもやりたい。やりたいよね。やりたい。めっちゃ怖かった。あざっす。怖いっすよ、怖いっすよ。怖い怖い怖い。まあその流れで、はい、またがることも乗ったっていう。うん、まあでも直接じゃなくて、なんかあれはあったよ。あの馬でいうなんちゃったっけ。あのクラクラみたいなやつ。クラみたいなやつ。うんうんうん。うん、でもねめっちゃ硬い、あ、皮膚感が、皮膚もそうだし、はい、毛も硬い。あ、そうなんだ、うん、すいません今ちょっと事故ったみたいに、そうなんだとゾウなんだが俺の中で、すいません、あ、うんうん、すいません、うん、カットしよう。俺はね、あの餌やりみたいなのを一回やったことがあって、うん、あの鼻でバキュームして、うんうん、みたいな、うん、あれすごかった、うん、バキューム力が、うん、まあ、だってめっちゃ吸うすもんね一回で。なんすかその顔。いやいや、さっきの時だってそうですよ俺からしたら。そのエピソード弱えなみたいな顔してるじゃないですか。あ、まあだろうねみたいな。次にダイソン、ダイソンじゃ、もうダイソンだった、バキューム力が。次にてるてる坊主っす。てるてる坊主、ほうほうほう、うん、俺一応3番まで歌詞があるんですよ、うん、明日天気にしておくれみたいなやつよね、はい、その遠足の前とかにてるてる坊主を作りながら歌ったこともあると思うんですけど、はい、で1番がてるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ、うん、いつか夢の空のように晴れたら金の鈴あげよっていう、枯れの鈴、金の鈴、明日天気にしておくれ以降も歌詞があるんだね。俺、はい、知らんかったっす、ね、知らんかった、はい、で、うん、2番が、うん、てるてる坊主、てる坊主、うん、明日天気にしておくれ、うん、私の願いを聞いたなら、うん、甘いお酒をたんと飲ましょう、うんうんうん、っていう歌詞、うんうん、あ、わかった、はい、チョンギルゾみたいなやつが、そう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 、ね、はい、でその3番がその、うん、願ったのに雨が降ってしまった場合の歌詞らしくて、うん、てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ、うん、それで曇って泣いてたら、うん、そなたの首をちょんぎる、ちょんと切るぞっていう歌詞なんですよ、うん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 、これもともとが
中国の言い伝えから生まれたものらしくて、てるてる坊主っていう風習みたいなものが、はい、それはなんか中国では少女のことなんですって、うん、っていうところからちょっと引っ張ってきて、てるてる坊主が、あの形になったと日本では、はい、完全に首吊りだもんねあれ。うん、そうなんか3番の歌詞には都市伝説があって、うん、てるてる坊主は主人の望み通り晴れたらご褒美をもらえると、うん、でももし失敗したら、うん、その首をちょん切るんですって、あの儀式としててるてる坊主を吊るしてて、うん、でそれは、うん、あるお坊さんが、うん、実際に、自分がお経を唱えると晴れるって唱えた坊主がいるんですって、うんうんうん、でその人が、うん、じゃあお願いしますって言われて、うん、唱えたんですけど、うん、次の日が雨になったと、うん、でそれに怒ったその依頼主が、うん、その坊主を打ち首にしたみたいな、うん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 、っていう都市伝説があるんですよ。いや今ちょっと一個俺の中でつながったことがある、はい、一休さんのエンディングしとる。え、知らない。一休さんのエンディングてるてる坊主。あ、そうだね、うん、そうだね。でも坊主は一休さんじゃない。あ、そうなんすかね。分からんけど殺されたんすか一休さん。もうつながったわ。うんうんうん、母上様に言っとくわ。言っといてください。でなんかちなみになんですけど、あのてるてる坊主、うん、あの首吊ってるみたいな状態になってるじゃないですか、うん、はい、あれを逆さにして吊るしとくと、うん、明日雨が降 雨が降れっていう願い事になるっていうらしいです。うーん、はい、全然一休さん食いついてこんかった。一休さん全然知らないんですよ。あ、うん、いや、それが本当に一休さんだったらすげえけど、うんうん、そうじゃなく、うん、今の話を聞いて一休さんのエンディングのてるてる坊主を思い出したって話でしょ。そうっすね。なんか信憑性も別にないし。木村さ ん、もうそれ以上言わないです。そう、まあてるてる坊主もなんかこんな、ね、若干の都市伝説があるというか。うーん、次に、うん、赤い靴、うん、あ、これもね、結構メロディが怖いよね、うん、そう、有名なお話なんですけど、うん、これも一応、うん、一応歌詞ちょっと紹介しますね、はい、赤い靴履いてた女の子、うん、偉人さんに連れられて行っちゃった、うんうんうん、鳩場から木船じゃない船に乗って、うん、偉人さんに連れられて行っちゃった、うん、今では青い目になっちゃって、うん、偉人さんのお国にいるんだろう、うん、赤い靴見るたびに考える、うん、偉人さんに会うたび考える、うん、っていう歌詞なんですけど、この童謡は、うん、実在した少女がモデルとなって生まれた歌だと、うん、はいはい、少女のモデルが岩崎キミさんっていう子で、はい、キミさんが3歳の頃、うん、アメリカ人宣教師夫婦に、うん、のもとに養子に行くと、うん、はい、っていうのを聞いたお話なんですって、うん、でそのお話をキミの母親から聞いた詩人の野口雨情さんが、うん、アメリカで暮らしているであろうキミの姿をイメージしながら赤い靴の作詞をしたと、うんうんうん、しかし、うん、キミさんは実際にアメリカには行っていなかったと、うん、はい、アメリカに渡る前に当時不治の病だった結核にかかってしまって、うん、そう、船旅に耐えられないと考えた宣教師夫婦が、うん、児童養護施設に預けたと、うん、そこで9歳で亡くなってしまっていると、うん、なんでそのことも踏まえて書いた詩らしいです。え、そのことも踏まえて、踏まえて、ほうほうほう、行けなかったことまで踏まえて、うん、なんていうんですかね、亡くなることじゃなくて、うんうん、まあ、亡くなっちゃうのは分かってて、うん、そのまま連れられたとしての話というか、なるほど、はい、でも3歳で養子になって、うん、9歳までそのまま行く予定だったんです。で9歳まで生きたみたいですね、はい、で今回、うん、この、第2弾でフューチャーしたいお話、うん、お話じゃない童話が、はい、あ、童謡か、うん、童謡がシャボン玉なんですけど、お、はい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 、これ聞いたことありますよ。前回の時のコメントにもリクエストとかが結構あって、はい、それにしようと思ったんですけど、はいはい、この赤い靴の作詞者の野口雨情さんとシャボン玉の作詞者同じ人なんですよ、うん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 、なんでこの流れでシャボン玉に行こうかなと、うん、お、いいっすね、はい、はいはいはい、思います、はい、でまず歌詞シャボン玉、はい、いきますね、はい、
シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで壊れて消えた。これが1番ですね、うん、2番シャボン玉消えた、飛ばずに消えた、生まれてすぐに壊れて消えた、うん、そして3番風風吹くな、シャボン玉飛ばそう、うん、っていう歌詞なんですよ、うん、あそこ3番なんだ、はい、そこ3番なんです、はい、なんかイメージは、うんうん、シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、飛ばずに消えて壊れて消えた、風風吹くな、シャボン玉飛ばそう、がそこまでで一番っていうイメージだけどね。あれね、後に変わったんですよ、あれ本当は、シャボン玉、そのさっきの屋根まで飛んで壊れて消えたが一番 で、うん、でその後が2番で、シャボン玉消えた、飛ばずに消えた、生まれてすぐに壊れて消えたで終わりだったんですけど、昭和11年にこの宇城さんが3番を付け加えたんですよ、風風吹くな、シャボン玉飛ばそう、うん、その付け加えて、うん、その後、うん、それの繰り返しになったみたいな。あ、はい、なるほど、変わってってんだね、はい、付け加えた理由もまたちょっと後で紹介するんで。あ、はいはいはい、メロディーは一緒なんですか。メロディー一緒ですね。1番すげえ中途半端なところで終わるじゃんそんな、うんうんうん、はい、そうなんだ。どういうこと。だってそこで終わったらさ、曲として成り立ってない気がするんだけど、はい、まあ、ここで感想でまたシャボン玉消えたじゃないですか。だってまあ、専門的なことで言ったらさ、はい、ルートに戻ってないっていうかメロディーが。なんでその「風風吹くな」の A メロで、うん、終わるみたいな。A メロ、うん、そうだね、 B メロで終わるっていう、一番がそれだけみたいな。 B で終わって、うん、サビがないみたいな。なんでサビ加えたのかな、まあ、サビだけみたいな感じじゃないですか。風風吹くながサビ、うん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 、まあでもそこは本当はなかったです。でこの風風吹くながない状態でまず発表されてるんですよ、うん、はいはい、はい、まあ、ちょっとこっちの話いきますね、はい、ちょっとそれ一回置いといて、置いといて、はい、でこの歌詞の中には悲しい都市伝説が隠されていると言われています、はい、知ってますか。うん、聞いたことある。多分その通りのやつなんで、うん、その都市伝説ちょっと紹介しますね。はい、お願いします。この歌で表現されているシャボン玉は病弱の娘のことで、うん、1番で歌われている屋根まで飛んで壊れて消えたっていうのは、うん、屋根イコール成人と解釈して、うんうん、成人まで育ったが壊れて消えてしまった、要するに死んでしまったっていうことを意味していると、うんうんうん、なんで成人になったのに病弱だったので死んでしまった娘を思った歌と言われていますと、うんうんうん、そして2番、これもっと悲惨なんですけど、うん、2番の歌は飛ばずに消えた、生まれてすぐに壊れて消えた、うん、ってあるんですけど、うん、生まれてすぐに病弱のため娘が死んでしまったっていう意味だと、うん、なんで1人目の娘は成人まで生き続けて、うん、間もなくすぐに死んでしまい、うんうん、2人目の娘は生まれてすぐに病弱で死んでしまう、うん、でそんな悲しい経験をした男性の心情を語った童謡がシャボン玉飛んだの正体っていう都市伝説なんですよ、うん、はい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 、はい、これがまあ世に出てる都市伝説なんですけど、うんうん、これについてちょっと調べてみたんですけど、はいはい、この都市伝説はどうやら本当にあった話に基づいて書かれたっていう、うんうん、おー、十条さんの実際の生活、はいはい、実生活と重ね合わせて、そうそうです。なんで怖い話っていうよりかは宇城さんの悲しいお話みたいな、なんかあれなんだよね、その聞いた話なんだよね。いやこれはね違うっす、本人が体験した話。本人が体験した話です。そうなんだ、はい、そうなんだ。俺なんか聞いた話っていうのはを元にして作られたみたいなのも聞いたことがある。ロードみたいにね、うん、あ、うん、あ代表作。そうそう、これ野口宇城さんっていう方が書いてるんですけど、うん、赤い靴と同じ作者ですね、さっきの、はい、で結構波乱万丈な人生を乗り越えて1907年に奥さんが子供を産みましたと、うんうんうん、ですが1週間ほどで子供は亡くなってしまいます、はいはいはい、でその後に生まれた2番目の子供が2歳で亡くなっていると、うんうん、なんで成人まで生きたみたいなことはないんですよ、うん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 、2人とも、うん、生まれてすぐに1人長女が亡くなって、はい、次女は2歳で亡くなっちゃってると、はい、ちょっと願望も込めたのかな。なんでその子供たちを忘れられず過ごしていたある日、うん、外で子供たちがシャボン玉で遊んでいるのを見て、うん、私の子供も元気に生まれていればこの子たちと同じぐらいの年でシャボン玉をしていたのかもしれないみたいな、うん、って思ってシャボン玉に例えて歌詞を作ったと言われていると、うん、はあ、はい、
うん、当時は現代の医療機器とか、うん、環境設備が、うんね、食べ物とかもなかったんで、うんうん、生まれて間もない子供がすぐに死んでしまうのは珍しくなかったと。はい。でそのさっき紹介した2番の歌詞なんですけど、はい、本当にあったお話だった、その宇城さんの長女が亡くなったこと、あの都市伝説だと1番が長女の話で2番が次女の話みたいな感じになってるんですけど、多分2番がその長女の話だと、はい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 、で長女が亡くなったことを歌詞にしてて、うん、シャボン玉のように生まれては壊れてしまう当時の出産成功率の時代背景とかを重ねてメッセージを込めているんだろうって言われてると。で年代についてちょっと調べたんですけど、はい、まず長女、宇城さんの長女が亡くなったのが1907年、うん、はい、でシャボン玉飛んだの童謡が金の塔っていう雑誌に紹介されるのが1922年の11月、でここで初めてシャボン玉飛んだが発表されたんですよ、はい、でこの時の歌詞がさっき木村さんがなんか合わないんだよねって言ってたところまでなんですよ、うん、と屋根まで飛んで壊れて消えたと生まれてすぐ壊れて消えた、うん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 、で発表されてるんですよここで、うん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 、で、うん、さらに1924年の9月に当時2歳の次女が病気で亡くなると、うん、当時2歳、はい、えおかしくない？んだって1907年に亡くなってるんでしょ、それ長女です、そうでしょ、はい、で1922年でしょ、はい、すごい空いてますね、めっちゃ空いてるじゃん、だって、うん、そこで2人目が年表的にはちょっと計算苦手だけどさ、まあ、何歳で結婚したのかにもよりますけど、うんうん、まあ、ただこれウィキで調べてるんで当時はご情報ではないですね、1907年、うん、に長女、長女で1924年17離れてるってことはね、うんうん、まあ、ありえんことはないことはないけど、多分長女その時の時代背景を考えると、うん、結構早いじゃないですか確か結婚って。まあそうだね、うんうん、まあ10代だったら、うん、まあそうだね、うん、ありえんことではない、30代半ばとか、うんうんうん、まあありえんことじゃないか、で確かに気になりますけどね、うんうんうん、年表を見ると、うん、長女が亡くなってから15年経って、うん、まあ、次女が生まれたと、うんうんうん、でそのと生まれた年にシャボン玉の歌が雑誌に載ったってことになるんですよ、はい、うん、長女が次女がお腹にいる状態か、うんうん、の時にシャボン玉が雑誌に載ったと、うんうん、はい、なんで亡くなった娘のことを語った歌詞になってるんだけど、うん、結局その次、誰に向けてこの歌詞を書いたのかみたいなことになってくるんですけど、うん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 、その今お腹の中にいる長女と次女を一緒に遊ばせたかった説っていうのがあって、ちょうど次女が生まれてくる前後に作られたっていう風にされてるんで、姉妹で遊ばせてあげたかったっていうのを想像しながらシャボン玉の歌を作ったと。で小さい子供が長生きできないってことが多々あったので、そういうことも織り交ぜてなんかそういう歌詞にしたんじゃないかって言われてて、うん、でその説なんですけど、誰に向けたっていうか、そのこういう風に思って作ったんじゃないかみたいなに言われてる説が何個かあって、はい、さっきの長女と次女を一緒に遊ばせたかったって思いながら作ったっていうのが一個と、はい、あの最初の方でも紹介したんですけど、はい、子供たちを見て思い出して作ったみたいな、はいはい、その説もあるらしくて、うんうん、近所で遊んでいた子供を見た時に長女のことを思い出したと、うん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 、でこの時お腹に次女がいてもいなくても、うん、こうふって思い出す時ってあるじゃないですか、亡くなった人、うんうんうん、なんでその次女のこととかは別に踏まえず、うんうんうん、この歌作ったんじゃないかみたいな、うんうんうん、で一番の屋根まで飛んだ屋根まで飛んで壊れて消えたみたいな歌詞は自分たちの、ね、親のことを歌ってんじゃないかと、幸せに向かって登っている姿を屋根まで飛んだって表現して、そこで長女が亡くなってしまって、うん、幸せが壊れて消えたっていう心情を歌詞にしているんじゃないかっていう、なんで最初に、成人まで生きて病気で亡くなったっていうお話は、うん、あれは嘘っていうか違うないことみたいな、うん、そうだね、うんうんうん、まあ、でも都市伝説なんで、うん、もしかしたらその都市伝説にあるような体験をした人が、
それに重ねて重ね合わせてエピソードを話して生まれた都市伝説なのかなっていう。なるほど、うんうんうん、あるっすね、はい、うんうんうん、みたいなことをがまず もう一つですね、うんうんうん、もう一個が近所や親戚の子が小さい頃に亡くなった説みたいな、自分が可愛がってる子、はい、で結構有力な都市伝説としてある話なんですって、うん、それさっきの友が言ってた話だよね、うん、なんかその知り合いの子がっていう近所の子がみたいなね、うん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 、そう近所にいた子供や親戚などが可愛がってた子供が亡くなってしまって、うんうん、と可愛がってた子が小さくして亡くなったんでこの時自分の娘を思いながらそれを見て、ああきっかけみたいなね、書いたみたいな、はいはいはい、風なのが第3の説ですね、はいはいはい、で結局長女に当てた歌なのか次女に当てた歌なのかは分からなくて、うんうんうん、とその右條さんの遺族の間でも意見が分かれてるんですって、うん、だから遺族のある人はこの長女に向けて歌ったとか、はいはい、そのさっきのトモ君が言った説が正しいっていう遺族もいるみたいな、なんでどっちなりにしても、うん、まあ、亡くなった子供に対する賛美か、うん、あ違う鎮魂歌、うん、という情報が多かったですね、鎮魂歌として作られたみたいな。そうなんだ、はい、で俺これがっつり調べきれなかったんですけど、はい、なんかそのもう一個説があって、はい、そのさっき鎮魂歌って言ったじゃないですか、はい、それがとこのシャボン玉飛んだのメロディーとか歌詞が、はい、賛美歌の、はい、なんて主我を愛すっていう曲とすごい類似点があるんですって、うん、なんでもしかしたらその右條さんが賛美歌を聴いて、はいはい、その我あ主我を愛す、うん、そっからまたインスピレーションを受けて作った歌なんじゃないかみたいな風にも言われてますね、うん、へ、はい、作詞作曲が野口右條さんなの？作曲は別の人ですね。あ、そうなんだ、うん、それ発表された時に一緒にメロディーもついてたのかな、一番初め金の一番初め多分それついてると思います。ああそうついてないのかな、ついてなさそうですよね、うん、ついてなさそうな気がするんだよな、詩だけみたいな感じ、詩だけでも十分成り立つ詩だと思うし、うん、それを見た人がそれを同様にしようみたいな感じで作曲して、作曲してみたいな、うんうんうん、なんかそっちっぽい感じするけどな、うんうん、確かに。でそのメロディーに合わせて3番つけたみたいなのもありますもんね、うんうんうん、そう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 、うん、詩集、ね、何で発表されたっけ、金の塔、金の塔っていう雑誌、雑誌に、あ雑誌か、紹介されてるんで、あまあ多分詩だけなんですよねきっと雑誌だったら、ね、そういう譜面も一緒にとか、うん、あ分かんないけどね、うん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 、はもう100年以上前の話じゃん。そうですね、うん、すごいね、すごい、はあ。でその さっき話してた3番の歌詞、うんうん、風風吹くなシャボン玉飛ばそう、うんうん、これが昭和11年に、うん、その本人右條さんが付け加えた歌詞なんですよ。はい、うん、それ西暦で言うと何年とかないですか。11年って何年だ、うん、ちょっと待ってくださいね。昭和 11? 昭和11です、昭和11です。1936年です。あ、さらに10年後ってことか、うんうんうん、ほぼほぼ、はい、ほんほんほんに付け加えて、はい、でこれがまた都市伝説っていうか言われてることがあるんですけど、はいはい、実の娘を亡くした経験を乗り越えた右條さんが、うん、悲しみ、まあ、この悲しみから生まれた歌を、うん、まあ、悲しい歌じゃないですか、うん、をこれからの子供たちや、うん、結婚した夫婦などに向けた歌に、うん、向けた人に前向きな歌にするために、うん、その風風吹くなと、うん、その子供をもっと産んでいこうよみたいな、うん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 、で医療も発達してきてるんで、はいはい、っていう前向きな歌に変えたんじゃないかっていうふうに言われてます。あ、うん、ちょっとなんかそんな感じするね、うんうん、へえだからもっと子供をこう何て言うんですか、今、ね、目は育てろみたいな、うん、そういうね、育てて死なないように、うんうんうん、ちゃんと育てようっていうか、うんうん、なんていうんですかね。いやわかる。なんか戦争の時とか、うん、割とそういう同様の人とか、うんうん、詩を書く人とか結構あの 軍から依頼されてみたいなさ、うん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 、でこの曲作ってみたいなのってやっぱあるみたいで、はい、
その当時からしたらひょっとしたらその野口さんは、うん、歌人としてはすごい有名な人でさ、うん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 、でそういう、うん、梅屋育て屋みたいなさ、そういう時代背景がちょっとその1936年がちょっと、はい、戦争の時代かちょっとどうか歴史弱いもんで分からんけどさ、うんうんうん、そういうなんか国からの依頼があってとかそういうのがあるかもしれないね、かもしれないですね、そうみたいなんですよね。ちなみに、はい、僕が調べてきたのはここまでです、はい、あ、なるほど、なんか生まれてすぐにっていう歌詞がね、うんうんうん、生まれてっていうことをさシャボン玉にあんまり言わない、うん、そうだね、まあ、すごい詩人的な、ね、発想だよね、うんうん、それが、うん、詩人的な発想っていうよりも自分の実体験から、うんうん、それに照らし合わせてというか、うん、あの消える様が映し出してみたいな感じだとしたら、うん、結構切ねえというか、うん、切ない、あそういうこと、ね、その風風吹くなが各番に、うん、なった理由は特には各番にっていうかもうあれですよね、1番2番3番ってそこでなってるんですけど、うん、繰り返しですよね、今あるのはもうそれのもう2回繰り返して終わりですよね。あ、そっかそっかそっか、うん、なんであれがそこまでで1番になって、あ、そういうそういうことか、そういうことか、うん、でその後は、うん、それを2回繰り返して確か終わりだったと思います。うーん、なんでその風風吹くなは乗り越えた時にこう付け加えたものって一応言われてはいるっすけど、キャッチーなサビになったね。うん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 、うん、最後2回また繰り返すんでしょ、そのそうですね、風風吹くな大サビってことよね。大サビっすね、半音上がるやつ、ね、半音上がるの好きですからね鉄則ですからはい、そんな感じですね。なんかすげえ暗いだけかなと思ったんですけど、まあそうだね、うん、ちょっと明るく、まあ、もしかしてその木村さんが言ったように、うん、国からそうしろって言われてつけたのかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、そっちより、まあ、乗り越えた説、うん、でこう明るい歌に変えたみたいなのがあるとよりほっこるほっこるほっこりしていいなと、うんうんうん、そうかそうか、はい、まあ、悲しいけど悲しいだけじゃない、うん、シャボン玉、シャボン玉、シャボン玉最近やったことあります？俺ねちょこちょこやるんすよ。え、すごいね、なんかかわいいクマのやつについてるやつあるじゃないですか、うん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 、あれをね結構昔うん、お店でハロウィンパーティーとかやるときに、うんうんうん、みんなが買ってきて、うん、それが残ってるんですよ店に、うん、たまにふってやったりします。そうなんだ、はい、なんか俺のシャボン玉の思い出といえばそのクラブ時代に、はい、アゲハ行って、東京のアゲハっていうクラブがすごい流行ってて、はいはい、そこでシャボン玉がマシーンが、はい、シャボン玉をパーティーみたいな飛ばすんだけど、うんうん、これをうちのクラブにも導入したいと。おおおお当時最新っすよ、うん、シャボン玉、はいはいはい、うちスモークしかなかったっすもんね、うんうんうん、スモークマシンはあったけど、はい、レーザーがさ、はい、微妙だったから、うん、スモークマシンってレーザーのためにやるっていうかさ、はい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 、そうだね、うん、じゃないですか、うんうんうん、照明を際立たせるみたいなね、そうそうそう、うん、だからシャボン玉だったらもっと視認できていいかなって思って、うんうんうん、見たらめちゃくちゃ高くて、あ、そうなんだ、うん、その機械が、機械が、へえ、これダメだねっつって買えんねっつって、うん、それがシャボン玉の思い出じゃなんか、うん、結構前に、うん、割れないシャボン玉とか、うん、めっちゃでっかいのが作れるシャボン玉とか、うん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 、あれが流行って、うん、時にやって、うん、シャボン玉面白いってなって、うん、お店で、うん、なんか割れないシャボン玉の作り方とか、大きいシャボン玉 を作る液の作り方みたいなのがちょっとブームになったんですよ、うんうんうん、でなんかみんなで作って遊んだことはあるっすね。へ、思い出か、うん、シャボン玉で遊んだことあんまないかもしれないな俺。まあまああれ外でじゃないとできないですもんね、室内でやると、うん、部屋とかで
びちょびちょになっちゃうもんね。でも高校生ぐらいか分からんけどさ、シャボン玉アーティストみたいな人がさ、なんか人間をこう包み込むシャボン玉とかさ、なんか一時期そういうのね、あって、あ、大きいシャボン玉作りたいな、そのなん作り方みたいな、砂糖を混ぜるといいですよとかさ、なんかそういうのはなんかね、まやったような気がするな。ガムシロでもいけるみたいな。あ、そうなんだ。ガムシロ。マジで覚えてないな、作ったのにな。もう全然覚えてないな。でなんか薄める割合も、うんうん、あの水とかであるんだ、もうこれぐらいの方がいいみたいなのとか。まあそういうね、裏話というか、うん、都市伝説だと思ってたら、はい、あの本当なんだね。じゃあ、うんうん、そうなんです、あの歌は子供、自分の子供がみたいな話はさ、はい、あ、本当なんだ。シャボン玉は本当、まあ、実体験を元に作った歌みたいな感じみたいですね。なるほど、うん、なんかありますか、木村さん同様。ケースケ、まあ、ここで終わりって言ってるんで、それだけ、うん、掘った後で、はい、そうそうっすよね。それで掘った後でとても言いにくいっすよ。そうそうっすよね。まあまあでも、まあ、こんぐらい知ってるよっていうやつちょっと紹介してきます、うん、そんな掘り下げるのって結構あれなんで、うん、さらっとさらっと、あ、最初のやつみたいな、さらっとさらっと系で全然、うん、指切り玄満、はい、うんうんうん、おうおう、有名なやつですよね。針千本のます、ついたら針千本のます、うんうん、はい、これは江戸時代にまで遡るんですけど、はい、遊郭の遊女、はい、うん、お客様に不変の愛情を誓う証として小指を切断して送ったことに由来すると、はい、一時的な流行だったようですが、うんうん、約束を守るという意味に変化して大衆に広まったと言われてますと。小指切ってたんですか。まあまあまあ一時期そういうの流行って、いやいやいや、わかんないですけどね。いやでもすごい。ちなみに玄満は、はい、うん、玄骨1万発玄満、針千本飲ますは、まあ、針を千本飲ませるぞっていう約束を破ったらっていう意味だそうです。普通に痛いっすね。痛いっすよね。指切った上で、うん、玄骨1万発、うん、で針千本飲まされるんですよ。そういうことです。相当辛いっすね、まあ、あれですよね。だから守るために指切ったんだから、うん、嘘ついたら針千本飲まして一番パス行くぞっていうことですよね。あんなポップに使っていい歌じゃねえっすね。相当な、ね、誓いだよね。ね、そうですよ。彼女にそんなことされたらもう嫌だ。重いわね。重ってなるっすね。俺でもあのなんか小指と小指絡めるの苦手すげえ。え、なんで？なんかちょっと人となんか握手とかも苦手なんで。なんか。でも俺好きなことを指切り玄満するの好きだったな。結構苦手。マジですか。へ、なんか手つないだりとか、うん、こうやって普通に、うん、あとこう編み編みにしてつなぐの、うん、でそういうのは好きなことだったらさ、うん、別に、うん、そう。でもある普通にやるじゃないですかこれって、うんうん、だけどあの指切り玄満で小指だけこうちょんってやるのなんかその感じね、うん、キュンとするんですよ。分かる。ないわ、全くない、苦手。むしろ本当に苦手。その手つなぐとかは好きな子の方がいいんだ、全然できるけど、うん、あの指切りの行為がめちゃ苦手。なぜか知らんすけど。なんで、分かんないです、分かんないです。なんか個人的なエピソードトークになっちゃうんですけど、その中学校の時の好きだった子と遊ぶみたいな話をして、うんうんうん、じゃあいついつねってなって、うんうんうん、ってなった時に向こうがはい約束みたいな感じで、うんうん、この向こうの小指を差し出してきて、うん、もうその様がまずもうキュンなんですよ。かわいい、ね、僕からしたらかわいいかわいい、うん、でおうおうっつってもう、うんうん、ってやってかっこつけてこうやってやってる時がもう今でも忘れられないみたいな、うん、いい思い出だね。いい思い出です、でその時その子がピーチティー飲んでたんですよ、うんうん、リプトンの、うんうん、だからこの歌ってる最中もちょっとリプトンの香りがして、あ、はい、いい思い出あ、じゃあその香りで思い出す思い出すっすめっちゃいい、うん、そのエピソードいいね。いい、めっちゃいいそれ。あ、じゃあ指切り玄満イコールピーチティーの香りだね。そうです、ピーチティーの香りです。うわめっちゃいいなそれ。桃色の片思い、片思い、いやその時両思いだったかもしれないですね。あ、そうだね、うん、いやいいな
ただその時行かなかったら1万発殴られて針飲まされてましたからね。めっちゃ苦手マジで本当に。好きなこといびきりするのもダメなんだね。うん、結構苦手ですね。なんだろうね。だったらもう誓約書とかの方がいいです。家庭、家庭、印鑑持ってるからいつもっていう。なんなら母印でもいいしっていう。あ、待ってますひょっとして。待たれてます？待ってましたけど、まだあるのかなと思って。赤とんぼ。ああ赤とんぼ。どんな歌でしたっけ？歌詞どんな歌でしたっけ？夕焼け小焼けの赤とんぼ。はいはいはい。うんうん、有名なやつですね。で見たのはいつの日か、うん、実は反戦歌でもあり、赤とんぼとはゼロ戦のことだという話も、追われてみたのはいつの日かも、うん、この追われてみたのはいつの日かっていうのは、おんぶされて、おんぶされて、うんうんうん、見たのは赤とんぼ見たのはいつの日かっていうことじゃなくて、うん、追われてっていうのゼロ戦に追われてみたいな。しかしこの動揺ができたのはそれよりも前なので信憑度は低め。しかし戦時中にゼロ戦が赤とんぼと呼ばれていたのは事実だそうです。赤とんぼありきで、うん、その当時結びつけたというか、うん、まあそういうことなのかもしれないね。赤とんぼ今年見てないな、そういえば。俺毎年見てた。夏の終わりぐらいですよね。秋に変わるぐらいの。秋でしょうね。俺はねもう家の周りめちゃめちゃいるんで。この辺に。はい、めっちゃいる。うちも見れるはずじゃないですか、裏山だし。見てない。それだけ外に出てないんじゃない。なんでしょうね。夜しか出てない気がする。それはいないかな。夜はいないですね。ね。夕方一番嫌いですからね。一番いる時じゃないですか。ね、そうなんだ。次いいですか。はい。メダカの学校。あ、うん。はい。サンズの川で遊ぶ亡くなった子供たちの様子を歌ったものだという噂。うん。は。川底をそっと覗いてみると楽しそうに泳ぎしている子供たちがおいでおいでと誘うと聞くとゾッとします。うん。がこの曲は。制作過程も明瞭にされており、どうやらこの噂は都市伝説の枠を過ぎないようです。だからその歌があって、うん、そっから完全な後付け、うん、後付けで生まれた都市伝説、ね、なんかないことだった説ですね。その童謡をなんか都市伝説にするみたいなブームがの時に乗っかってちょっと多分そうじゃないかなっていうね。じゃあ俺らも作る、あ、その都市伝説、うん、でそれにふさわしい歌がね、うん、まずそれをどんぐりコロコロ、ああどんぐり、でもどんぐりコロコロもありそうじゃないですか。まあまあ、あれは実はあの江戸時代に、はい、あの罪人を首はねるときに、はい、結構山の上で人里離れたところで、はい、そこでこう切るっていう、はい、まあ、決まりっていうか、はいはい、でその首をこう切ったときに、うん、その首がコロ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 斜面を転がってった様を、うん、歌にしたのがどんぐりコロコロなんですよ。ガチの方ですか。で、うん、その時の罪人のことをどんぐりって言ってたんですか。あ、そのあの頭がコロコロ転がる様、まあ、たまにあったみたいだから、はい、まあ、その様子、うん、まあ、どんぐりっていう、まあ、そのあれね、首切る人たちの中では、うん、まあ、隠語で使われてたみたいな、うん、そうそれいい。今考えましたよね。そう、うん。それめっちゃいいじゃないですか。すげえいい、うん、もうこれ生まれたっすね。生まれたっす。もうこれ唱えていけばもうみんな言いますよ。生まれたっす、うん、でもちょっとブームはもう過ぎ去ってるんで。あ、でも土壌はじゃあその首切る人、え、土壌が出てきてこんにちは、はあのその池に流れてっちゃったから山の、うん、うんうん、探す人みたいな、うん、ああその首をね、うん、で見つけてこんにちはっていう、うん、あ、でも客観的に、うん、その、 あの見てる人が首を切る様を、うんうん、見てて、うん、その土壌っていうのは、うん、その首を切る刀人のそうそうことで、うんうんうん、それが出てきて、うん、で坊ちゃん一緒に遊びましょうみたいな、はい、ほらあの
ほら見てなよみたいな、今から切るよみたいな、そういう説、うん、怖い怖い、それいい、それいい、それいい、それすげえいい、ありそうだよね、うんうんうん、もうマジでありそう、もうそれでいいんじゃない2番とかもわからんもんな、わからんね、うん、全然覚えてないな、じゃあ一個俺からさらっとですよ、はいはい、あのグリングリン、はいはいはい、は、うん、なんかお父さんが亡くなった歌、ほうほうほうみたいな、ほうほう、まあ、もうほんとさらっとですけど、はい、まあ、歌詞あれ7番まであるんですよ、そんなにあるんだ、うん、でまあ結構お父さんは遠くへ行っちゃったみたいな歌詞もあって、まあ、父と子が語り合って、うん、その後お父さんが亡くなって自分は自立するよみたいな、うん、まあ、それでも世界は回ってるみたいな歌っていう話が、うん、それはガチのやつなんだ、うん、あるけど、うん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 、ただこの歌詞は日本語訳された時にお父さんっていうのが出てきたんですよ、もともとはお母さんなんですよ、ほう、原曲はマザーなんだ、そうなんですよ、うんうんうん、だからまあその訳した人が何を思って作ったか分かんないけど、うんうん、まあそうやって言われてるっていう、ちょっと海外のも行ってみました、あ、なるほどね、うんうんうん、あ、訳しね、うんうん、だって大きなノッポの古時計も、うん、日本だと100年ですけど、うん、その原曲は99年ですもんね、そうなんだ、あれむしろ外国の曲なんだ、あ、そうそうそう、ドイツ民謡とかじゃなかったでしたっけ、そうなんだ、ちょっと覚えてないですけど、あ、そう、うん、すごいいい歌詞つけたね、うんうん、ね、多分言いにくかったんですよね、99年っていうのも、あ、まあまあまあ、そうそう、うん、そうだと思うけど、うん、すごいメロディーと歌詞がすごいマッチした曲だね、まあ、カバーされますしね、ずっと、ね、うん、成功例というか、うん、ね、あれカノン進行でしたっけ、どうでしたっけ、なんか若干違う気がするけど、それでもいけるような気もせんでもないみたいな、なんかカノン進行じゃなかったかな、あ、違うかもしれないですね、うん、うん、なんで、まあ、まとめると、うん、童謡は元から怖いのもあれば、うんうん、後付けでそんなことないのに後付けでのパターンもあるんで、うん、なんかそれを解明していくみたいな回もあってもいいかなと思いましたね、うん、まあ、あとこれを聞いた人はね、どんぐりコロコロの、うん、都市伝説をね、裏の意味をね、広めてほしいですね、うん、罪人が内首になった時の首がコロコロ転がる様を歌ったと、うんうんうん、ね、それを広めてもらいましょう広めてもらいましょう、はい、なんかめっちゃ可愛かったっすね止まらんかったごめん、はい、ということで、はい、終わりです、終わりですね、はい、はい、皆さんありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日もいいお話でしたわ。次回も楽しみですわね。ではまた後ほど。